ゲラルデロ・ダ・フィレンツェは、イタリアのトレチェント音楽における第一世代の作曲家、ニコロ・ディ・フランチェスコの別名もある。音楽家の一族に生まれ、ヤコポとジョバンニの兄弟も作曲家になった。おそらく、フィレンツェ近郊の出身で、生涯のほとんどをフィレンツェで過ごした。1343年になると、フィレンツェのサンタ・レパラータ大聖堂の陶器簿に、 聖職者として記録されている。後に司祭となり、1345年から1351年まで、サンタ・レパラータ大聖堂の補助司祭を務める。この間に、国史病によって、フィレンツェが荒廃した。おそらく1351年頃に、フィレンツェから30キロほど離れた、ベネディクト会系のバロンブローザ修道院に入会し、 余生についての詳細は失われており、没年については、おそらく、シモーネ・ペルッツィによって書かれた、ゲラルデロ追悼のソネットから、1362年か1363年と割り出されている。ゲラルデロは存命中は、宗教局によって巧妙だったが、多くが散逸してしまっている。ゲラルデロのグローリア賞とアニュスデは、1400年以前に、 イタリア人作曲家によって作曲された数少ないミサ曲の一つである。ゲラルデロのミサ談笑の作曲様式はトレチェントのマドリガーレの作例に類似しているが、それでも情緒的に抑制されている。いずれも二世のために作曲されており、ところどころで交互に歌う部分があるものの、歌手はほとんど一緒に歌っている。ゲラルデロの世俗曲はより多くの数が現存する。 二世のための十曲の間取りがあれ、独唱のための五曲のバラータのほか、非常に名高い三世のためのカッチャ、トースとチェール・アルバがある。様式的にゲラルデドの作品は、初期のトレチェント音楽の典型であり、同一の歌詞を同時に歌うが、カッチャは別で、二つの上セーブが急速に動いて、カノンを形成し、最低セーブは長めの音符によって自由に作曲されている。 ゲラルデロ作品の大半は15世紀のスクアルチャルーピ写本において保存されているが、その他にトスカナ地方のいくつかの写本にも伝承されている。ありがとうございます。